ホタル駅は神奈川県小田原市蓮勝寺にある小田急電鉄小田原線の駅。駅番号は O45。古来よりこの地域はホタルの名所であったことからホタル殿と名付けられた。当初はこの付近の地名から蓮指示とする予定もあったが採用されなかった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。東西の両ホームに 別々の改札口が置かれており、ホーム間は古戦橋で接続されている。東口は終日、西口は時間帯により駅員無配置となる。当駅を含む改正小田原間の途中4駅は、ホームの有効長が120メートルであり、重量編成の列車は今のところ、当駅に止まることができない。2015年度には、隣の府、水駅、足柄駅と合わせて、 改正駅、香山駅も含め行き先案内表示機の設置が計画されており、同年度に改札口付近に設置された。トイレは2番ホームの西口側付近にある。駅名表は2020年2月頃、新型タイプの駅名表に更新された。なお、それと同時に、駅構内の案内表示類がすべて新しい仕様のものに変更、統一され、駅名表も含め、 日本語とハングル及び中国語兵器のものとなった。乗り場は東側を一番ホームとして、下表のようになる。なお、当駅から千代田線、箱根と山線へ直通する列車はない。日中時間帯の新松田駅は、すべて新松田始発の休行に接続する。2020年度の1日平均乗降人員は4762人で、ある。 小田急線内全70駅中68位である。乗降人数は2012年から2020年まで6000人台を推移していたが、コロナ禍の影響で大幅に減少した。小田原市総合文化体育館、小田原アリーナの最寄り駅であるため、そこの施設の利用者がよく利用しているが、足柄駅、南新宿駅に次いで3番目に少ない駅となっている。近年の乗降人員、 乗車人員の推移は、下表の通り、西口に小さな駅前広場がある。東口の道路上のバス停から発着している。かつては、箱根登山バスが、関本塚原刈川橋、小田原駅東口を運行していたが、2021年4月2日に廃止された。ありがとうございます。